では始めていきましょう。今日は、あ、ちなみにセーラームーン風ひまひまです。どうですか、一世のせこんにちはひまひまです。今日はですね、皆さん、なんと私お部屋改造するんです。というわけで、お部屋改造前にですね、最後のお部屋紹介していきたいと思います。まあ、今まで小学校4年生ぐらいからですね、いろんなお部屋紹介の動画を撮り続けてきて、もう JK2 になったということで、セカンド JK ひまひまのもう現在のお部屋をもう端から端までお見せしたいと思います。では早速やっていきましょう。レッツゴー。では早速紹介していきます。1人も入りだそうにしている方がねいるんですけど、あのちなみに私の部屋の構造っておかしくて、なんか縦長なんですよね。なんでちょっとそこら辺はびっくりしないでください。ではいきますね。せーの、どうぞー。てってー。こういう感じです。じゃあ早速見ていきますか。まずまずまずこちらからいきましょう。はい、映ってますか、このクローゼット。ここ全部、はい、映してください。いいよ。映ってる？映ってるよ。ママさん、カメラ怖いからね。まずここにはあのバッグがめちゃくちゃあります、うん、ほんといろんなバッグですね。うん、私はこうやってここを見るだけで何のバッグか分かるので、さすがに全部思い入れがあるし。そうね、でこのバッグがすごい大容量なわけだから、このバッグに見てください、いろいろちょっとイヤホンとかいろいろ入れっぱですね。まあこれなんでかっていうと、厳選したらバッグに入れなくていいけど、厳選しなかったら入れたいものをここに入れてます。ちなみにで、じゃあ厳選したものはどこにあるんだって、ちょっと映して厳選したものはどこにあるんだって思いましたよね。ここです。じゃん。はい、でここがドレッサーなんですけど、皆さん映してください。はい、映してますか。じゃん、これ、このバッグに厳選したものをたくさん詰めてます。まあ、厳選したって言ってもリップ4本とかね、ケープとかがいろいろ入ってるんですけど。前バッグ紹介したもんね。そう、バッグ紹介ぜひ見てください。バッグは見て、ここにずっと置いてます。ここに置いて、うん。でもじゃあまずここ棚をまず見せたい。棚を見せたい。まずここには帽子たちがなんかいろいろあって、はい、でここなんですけど、ここら辺にはじゃーん、アクセサリーがちょっと雑に見えますよね。雑じゃないんですよ、これちゃんと。よいしょ。これはもう決まった指輪とか、ここに指輪とかかけてあったり、あとなぜかこのアップルのなんかアップルカード、これをなんかもらったんですよ、これ1000円分。どれにもらったの？え、なんかキュンの企画で。あ、そうなんだ。ギフトでもらいました。はい。あ、この辺はブレスレット？ブレスレットですね。はい。これもブレスレットなんだけど、こういう感じで、ね、置いてます。はいはい。でこれ皆さんね、これで私は支えてるんですよ。これ見て、あのスマホのスタンドなんですけど、うん、挟む、それにこれをいつも支えてて、ここにハンガーかけたりもしてます。でこことかは見て、ここ、はい、汚い。え、汚くないよ。ねえ、見せちゃうの、そこ。これ、小学校の時のさ、ランチマットとか。学校で使えるもんね。で、そうそう。で、ここが、あ、ここね、うん、ヘアセット、ヘアの、なんかアクセサリーとかもいっぱい入ってる。うん、でも全部使ってるんですよ。ぐしゃぐしゃに見えないでしょ。って感じです。で、でこれギターでしょ。はい、そう。ギターなんですよ。ギターです。で、ここなんですけど、これがなんと、あの、撮影に持っていくためのトートバッグが入ってます。うんうん、これ2枚重ねになってるのは、あのこれ前まで使ってたんですけど、この私の撮影バッグ本当に重いって有名なんですよ。ペットボトル5本も入ってるんです。だから持って帰ってくるんだよ、ちゃんとね。そう、ペットボトル全部飲み切りたいタイプだからさ、全部持って帰ってきちゃうから、その重すぎて、ここのね、このマリクワだとこの上がビヨンビヨン伸びるタイプだから、伸びてきてヘロヘロになってきてもうダメだってなって、あのこれを使ってますね。もうちょっと頑丈なのに変えて、これそう、トートバッグ、まあね、用途によっていろいろ変えていきたいね、バッグもね。そう、なんかそういうのをね、いろいろやってて、ここにはトートバッグが挟んであったりします。ここがドレッサーですね、お気に入りのドレッサー。あ、ねえ、かわいい。ジルのネイルだったりリップだったり、あと香水ここに置いてたりとかもします、うん、でこっちも全部ジルの、はい、うん、あのかわいいリップで、これ鏡ついてるんですよ。鏡がついてて、
こういうリップですね。可愛くない？うん、まあ、一旦飾ろうと思って使ってなくて、うん、で、うん、ここに前まで筆を入れてたんですけど、うん、今は香水とリップとか入れて、うん、なんかディオールのコーナーね。そう、ディオールでーす、はい、入れてますで、ここでメイクとかあんましないのしない。なぜかというと電気をつけるのがちょっと大変っていうのと、うん、まあ、イコールめんどくさいっていうのもあるかもしれないけど、近くてなんかね、あの照明の当たり具合が、私はあの洗面所の方がすぐ手も洗えるしいいんですよ。鏡も三面鏡だしね、うん、だからあのヘアも一緒にできるのがすごく良くて、あっち使っちゃうんですけど、まあ、たまに気分を上げたい時はこっちでやってます、うん、で、ここがサイドテーブル的な感じ。はい、ここは見せられません、中は。あのこれはちょっとやばいことになってる。で、ここに、あ、もうティッシュがない。ここにすごいでしょ。これね、あのストックのねティッシュとか、うん、ほんとストックのマスカラ、うん、そう、なんかあ、もうない、買ないって思って買っても、うん、いや、まだ使えるな、まだ使えるなみたいな感じで一緒に粘っちゃうの でこれがいつも使ってるメイクポーチ。これもフランフランでね、フランフラン、はい、このこれもフランフランですみたいな感じです、うん、で、次がここです。じゃん、これがヨギボー。いいですね。はい、ヨギボーの2本セット、2個セットなんですけど、もう3回ぐらい洗濯してるよ、外に。ああ、うん、これでこうやって絵の大好きでこれが最高なんですよあなたもよく座ってるわよね。背伸びしてるけどさいつも座ってるよね、フラちゃんね。寝落ちしちゃうんですよよくない、もうこうやっていつも言ってますね。はい、まあ、こんな感じで、うん、これは大体、まあ、こうやって置いてます。よし。で、ここに、あ、これには全身鏡なんですけど、うん、全身鏡ってさ、こう立てかけられたりもするじゃん。で、もともとこう立てかけてたのね。立てかけてたの、こうやって。なんだけど、ちょっとこうすると、スタイルがよく見えちゃうんです。足が長く見えちゃう。わかりますか？よくあの、よくさ、洋服屋さんにさ、うん、ずるい道具として置いてある、うん、これ。本当にこれちょっとね、あの、自分を甘やかしてしまうので、自分のスタイルの悪さをいつも見るために、もう垂直、ほぼ垂直ですね。に置いて、うん、こう、チェックしています。はい。いいですね。はい、スイッチャーみたいな思いながら嫌ですね。そして、これが、ベッドです。うん、まあ、ベッドはこんな感じで、うん、このお布団がお気に入りなので、ずっとこれは、うん、まあ、ニトリのやつよく、結構これみんな使ってるよね。あ、そうなの。うん、みんな使ってるの見るとかで、ここは白い、クッションで統一していて、うんうん、雲のライトなんですけど、これあのこっち側は光らなくて、うん、つけてないので電源をくちゃくちゃです。はい、あとは、あ、ここですね。じゃーん、このコーナーは普通に好きなものを飾ってる感じ。なんだっけ、アレックスじゃなくて、なんだっけ、レックスじゃなくてビッグボーイ入れる。まあいいや、うん、これあのタロップで入れてくださいすいません。で、まあ、こんな感じで、かわいい雑貨をね置いてます。私の気に入りはこのシーンのハートちゃん、中に雲が入ってるような、う、うん、見えるかな、ちょっとすいませんですね。はい、で、まあ、こことかには普通に、うん、見て、かわいい白いこのお布団を引いたり、うん、はい、です。で、次がじゃん、ここがスタンディングデスクです。これでいつも勉強してるんだけど、うん、ここまで上がるんですよ。うん、で、これ移動式だから、こうやって移動してきて、うん、ベッドに座って、これでいつも動画を撮ってます、うん、こんぐらいでね、うん、あとここには折りたたみのテーブルがある。これどこで買ったやつ？これイケア。これね、折りたたみ便利だよね、これね、すごい、すごい便利なんだけど、ベッドの上で使えるんだけど、うんうんうん、ただこれ最近割れちゃったね。そうなのね、危ないね、使いづらいです。うんうん、ギリ使っているけどみたいな感じ、うん、はい。で、あとここには、はい、じゃん、あ、夏休みの宿題とかね、うん、いろいろなパソコンとかタブレットとか、はい。で、ここ、じゃん、これが本棚ですね。うん、本棚で、めっちゃ本が詰まってる、うん、多分100冊以上は詰まってると思います。そうで、ちなみにどんな感じなの？軽くじゃあ、ちょっと許せれないよ、いや、パッパッとね、ごめんごめん、ほらすごいすごい、でもちょっと一回見せて、どんぐらい入ってるか。でも入りきれないよね、もうね、本が多くて。そう、これでも入りきってなくて、はい、うん。で、あとは
個ちょっとこれ適当すぎる。あ、これプロジェクター買ったんですよ、うん、今でプロジェクターと、そう、このプロジェクターをここの壁に映してね。そう、でもこのプロジェクターの、はい、この三脚とかはここに持ってくるんですよ。あ、これね、ここだとちょっと角度がこうなっちゃう。うん、そうだね。あ、よく聞かれるヘッドホン、これはアップルのやつですね、うん、ただ今暑すぎて夏ちょっと使えないんで冬にヘッドホンは使おうかなと思ってます。はい、たまに使ってるけど、うん、家とかで。あとは、あ、ここ、じゃんこれ見せんの、はい、充電器充電コーナー。アップルウォッチはして学校行ってないから今使ってないですけど、うんうん、夏休みはまあでも使ってる時は使ってます、はい、で、あとは皆さんこれ気づいてほしいんですけど、この、はい、あ、ちょっとそっちから、はい、これ部屋のドアがすっごい茶色じゃないですか、うん、でしかもこの床も見てください、茶色なんですよ。なので私は本当に本当に頑張って真っ白な部屋にしたくて、これ床もタイルの白いシートを引いてるし、ね、ここにもモフモフの白いシートを引いてます、うん、すごいこれいいんだよね、モフモフが。そう、モフモフがいい、滑りやすい。そう、これマジで滑りやすい、うん、これ寝ちゃうぐらいで、はい、ここがですねクローゼットです。はい、じゃーん、クローゼットあります、うん、以上クローゼットあるんですけど、はい、ここだけだと収まりきらなくてちっちゃすぎて、うん、お兄ちゃんがもう一人暮らししたので、お兄ちゃんがもう部屋を使ってないんですね。なのでそのクローゼットだけお借りして。すごいね、でもこう可愛い白とピンクのこの統一な感じね。そう、まあピンクをちょこちょこで、ピンクのロフトベッドをね前まで使ってたんですけど、ピンクのロフトベッドだともうピンク白感がすごい強かったんだよね。だからこれでピンク感を少しなくして白にしてみました。なんか私今日狙ったのかってくらい自分もなんかさ今思ったのピンクと白って。そうなのよ狙ってんのかぐらいの勢いですよね、うんうん、いや、あと髪の毛だけかなって感じですけど、うん、まあ結構ね、こんな感じで統一はできてるんじゃないかなと思います。はい、まあ、ではね、こんな感じで私のお部屋紹介は以上です。あ、そうで、やっぱりちょっと気になる点が多すぎて、例えばこのカーテンもそうだし、ずっとレースなのよ、私これ。レースじゃなくて、もうちゃんと遮光をしてほしくて、遮光カーテンが欲しいなとか、ちょテーブルもね、なんかうん、高めだし、ちょっともうちょっといいのが欲しいなとか思ったりとか、いろいろね改善点が多すぎるんですよ。なのでまたちょっと改善動画といいますか、お部屋改造動画を撮るので、ぜひそちらも見てください。はい、じゃあ最後私がカメラで皆さんにお見せしますね。最後にね、この部屋こんな感じです。隠れバッグ、はい、こんな感じです。はい、というわけで今回はこんな感じで以上です。今回はね、私のお部屋を紹介したんですけど、変えたいところがねすごくまだあるので、もっともっといいお部屋を目指していきたいと思います。まあ、例えばこのベッドもね、横に今置いてるんですけど、縦に置いてもいいなとか思いつつね、ちょっと迷っていますけど、またその改造動画もお楽しみにしててください。では次回のひめひめチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。で、結構このお部屋好きです。あと玄関があるんですけど、玄関から玄関開いたら直で私の部屋なんですね私が寝てるとすごい玄関から見られるんですけど、まあ、そんなことはないんですけど、まあ、そんなうじゃうじゃ言ってないで開けたいと思います。